ダン・クリストフ・ジョエル・ルイ・ブイヨンは、フランス出身のレーシングドライバーである。ザウバーシー1 4をドライブするブイヨン1982年に、レーシングカートを始めて、レーサーとしてのキャリアを始める。1989年には、フランスのフォーミュラ・フォード1600にステップアップ。翌1990年にシリーズチャンピオンになった。1991年には、 フランス F3 にステップアップするが、初年度を6位で終える。2年目の1992年には、シリーズ4位に入り、マカオ GP にも参戦した。1993年に、国際 F3000 にステップアップし、翌1994年には、名門、ダムズに移籍して、フランク・ラゴルスとタイトル争いをし、シリーズチャンピオンに輝く。 この実績をもってウィリアムズとテストドライバー契約を結ぶ。1995年は当初、ウィリアムズのテストドライバーだったものの、前年の大怪我から復帰したカール・ベンドリンガーの調子が上がらないザウバーからのオファーがあり、ウィリアムズからのレンタル遺跡の形で、同年の第5戦モナコ GP から F1 に参戦する。結局同年の第15戦。 パシフィック GP まで参戦を続けたが、入賞は、第9戦ドイツ GP と、第12戦イタリア GP の3ポイントに止まり、15ポイントを獲得したチームメイトのハインツ・ハラルド・フレンツェンに、大きく、水をあけられた。第16戦日本 GP よりベンドリンガーが、復帰することになり、ブイオンは・アザウバーを放出された。以後は、ウィリアムズやティレルで、 テストドライバーを務めたが、2000年代に入ると、スポーツカーレースに、活動の主軸を移しており、アンリ・ペスカロロ率いるペスカロロスポーツから、ルマンシリーズなどに参戦している。2005年2006年には、エマニュエル・コラールとのコンビで、LMS のシリーズチャンピオンを獲得しているほか、2007年のルマン24時間レースでは、総合3位に入賞している。 しかし箱も嫌いなようで、スポーツプロと専門で、レース活動をしている。マカオグランプリ F1 世界選手権、イギリスツーリングカー選手権、ルマンシリーズインターコンチネンタル、ルマンカップ FIA 世界耐久選手権、ルマン24時間レース。ありがとうございます。